こんばんは、平井弘明です。ここ最近やっぱりレッスンがおかげさまで多くやらせていただいてるんですけども、やっぱりインパクトゼロっていうのがなかなか難しいというお声が結構多く聞きます。やっぱりレッスンに来られた方は戻せるように帰っていただく方っていうのが8割5分ぐらいなんですけど、レッスンに来る前まではやっぱり戻せないままレッスンに来るっていう形の方が多いですよね。戻せない動きだったり戻せないアドレスをしてる方が全員なんですよ、戻せない方は。なんでそのアドレスの形だったりスイング中の多少の動きを変えるとやっぱ簡単に戻せるんですよね。やっぱり動画だと難しいっていうことがやっぱりここ最近特に感じてます。平井弘明のワンナップゴルフ。まあそのインパクトゼロに戻らないっていうのは、先日長野から来られた方、左のチーピンチョしか出ないドライバー、何やってもそれしか出ないんです。結果すげえ球打って帰ったんだけどそのやっぱり戻せないアドレスをしてたんだよね。もちろんスイングもそうで、最初ほんとヘッドが動かない、こうやってやってくださいって言って、うん、こうやってヘッドを動かしてくださいって言ったの、うん、したらこうやってやるの。こうやってヘッド動いてないじゃん。動いてない。そう。だから、こうやって固定して、こういう動きができない。うん、できなかった。そう。でも本人はそれでヘッドを動かしてるつもりだった。うんうんうん、こうやって、うんうんうん。そう。だからこうやってやって、これができなかったんだね。はいはいはい。そう。それどこ動いてますかって言ったら、ヘッドっていう。それどう見てもヘッドは動いてないです。体がこうやって振ってますよねって。そう。だからそういう、その自分が思ってること、やろうとしてることと、体が違う動きをしてることももちろんある。うんうん、それで、インパクトがきっちり戻らない。っていうことが、やっぱ多いんだよね。うん。うん、それで、まずボールの位置もそうなんだけど、うんうん、その方めちゃくちゃ近かったの、ボールに。あー。近いとなんで戻らないかっていうと、戻そうとして、ボールを打ちに行ったら、多分体から伸びる方がほとんどなの。うん。こうやって。その方が戻しやすいし、イメージしやすい。うん。だから、近いところにこうやって戻すことってすごく難しいよね。うん。だから、遠いものと近いものって言ったら、うん、インパクトにクラブがこの向きに戻せって言ったら、遠い方が多分楽だ。バチってこうやって。あ、そうなんだ。そう。だから遠くするの、俺は。そう。で、遠くしてください。まあ、遠くしてくださいって言っても基本内の、枠内の距離にしたんだけど、うんうん、その、基本の、こっからここぐらいあるって言うとするじゃない、うん、そこよりも全然近いところでこうやって構えてたのね、うんうんうん。そう。それで、それだと、こうやって引いちゃうんだよね、やっぱり。うんうん、近いから。うん、加速が乗って打ちに行くんだったら遠くなった方がいいからって言って遠いところにしたら、うん、毎回同じセリフ持っていくんだけど本当にやっぱ当たるんだよね。そうで、それも全部その場で説明して、うん、でちゃんと理解をしてもらって、うん、なんかすごく今頭の中が混乱してるっていう状態だったんだよね。だから思い描いててたことと自分の動きが違かったことに混乱してるんじゃないですかって言ったんだけど、うん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 、その俺が伝えたことっていうのはその場でやっぱり当たるようになったわけだから、うん、出た球を見て混乱するっていうことはほぼないんだけど、うん、なんで自分が意図した動きじゃないから、その人にとっては、うん、なんでこの動きであのボールが出るのかの一致ができないってわけね、まだ頭の中で、はいはい、急すぎて、うん、だから、それは、その、今、しょうがないんで、うん、徐々にそれを理解していかなきゃいけない、うん。頭の中をそれを変えていかなきゃいけないから、だから、ナイスボールが出てるってことはできることをやってる。そうだね。うん。じゃない。うん、だから、ご自身でできてるんで、それを再現性というか、毎回そういうスイングになれば、毎回ああいう球が出るっていうことを分かってくださいって言って、そう、それで、まあ、2時間のレッスンやらせてもらったんだけど、結構そういうことがやっぱ多いかなと思うね、最近。でもなんで、インパクトゼロをさ、うん、すごい見て
来てくれてる方が多いと思うのね。うん。だから戻そう戻そうと思ってるわけじゃない。うん、でも治んなくて戻せなくてでも来たら一回で戻せんだもんね。うん、それの全ての方の共通点言っていい。うん。度合いが弱すぎる全部。全部の度合いが弱すぎる。例えば押す、うん、振る、うんうんうん、単純に早く振る。うん、あと回転、うんうん、ここに戻す強さ、うん、っていうのが全部弱すぎる。あ、今まで言ってきた、うん、その戻せない原因が全部が弱いんだ。うんうん、弱い。戻すために必要なことが全部弱いの。弱い。あとあれも言ってたもんね。遠ければ押せるって。そう。で近いと押せない。押せない。だからそういうのとかも、やっぱり近い。近い、そう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 。ちょっとずつ全部。そうなんだ。そう。それがもう9割9分。あ、じゃあどれがじゃないのね。全部足んないんだ。全部足んない。だから、インパクトの、インパクト圧のチェックしていいですかって俺は必ずやる。うん、で、インパクト、もっと押してくれ、もっと押してくれって言って、もう、ぐーってやってんだけど、うん、本当にそれが弱い。これぐらい押してますかって必ず俺は聞くの。うん。押してないっていうの。だから。え、でもさ、なんでなんだろうね。全員そうじゃん。多分、ゴルフ経験してる人は、そんなに押すことはゴルフでないと思っちゃってる。あ、思い込んでる部分もある。あ、そっか。だから俺が押すと、まあまあ押すんだ。そう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 、そう。知らないから。そう。加減とか知らないから、押すんでしょって言って押す、うん、押すだけだから、うん、全力に近く押すじゃん。そうだよね。加減もクソもないもんね。そう。押してるだけだから。そう。打ったことないから。うん。だからちゃんと押せるわけじゃない、トール君が打った時っていうのは。ああ。アイアンなんかもそうだけど。うんうんうん、だから、経験してくると、うん、強く打っちゃいけないっていう言葉が、一回でも耳にしたことあれば、あ、限界値が10じゃなくなることもあるだろうし。そうなってっちゃうんだ。そう。8ぐらいが限界にしとこうかみたいな。うんうんうん、そういうのもあるだろうし。うん、そうなんだね、うん。で、そもそも、インパクトゼロって、うんこうやってきて、ここでインパクトゼロにしようとしてる人がいるのね。ああ、うん、それはなんとなく意味わかる。うん、うん。戻るわけがないから。うん。平井はインパクトゼロにするために、うん、こっからインパクトゼロも作ってんのね。うん、で、まあじゃあ戻すことがリリースだとします。うん、そしたら、こっからダウンスイングが1ミリでも始まったら、うん、こっからもリリース始まってるの、うんうん。で、インパクトにリリースし終わるようにリリースをしてるのね、うん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 。そう。でも、貯めるんだったら、こっから、ここまで貯めて、こっからリリースし始めるとする。うん、そしたら、この区間で、こうやって戻せる自信が 120% ある人のみなんだよね、うんうん。それぐらいの難易度、難しいこと。だから、戻せないんだったら、何も、アーリーリリースとか、貯めを作れって言ってるわけじゃないの。うん、こっからナチュラルにここに戻せることができれば、ナイスショット立てる、うん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 。バックスイングで、こうやって上げてるんですかって話なのよ。うん、こうやってやるんだったら、うんうん。こうやってナチュラルに上げてないって思うんだよね。うんうん、したらナチュラルにこうやって戻したら、何にも波風立たない、うん。これをね、こうやってやるんだよね。はいはいはい。そこだけで戻そうとするんだ。そう。で、止まった状態、静止状態でここに戻そうとして戻らないんだから、うん、スイングスピード乗ってるってここに戻そうとしたら、ここで戻してることになるわけよ。あ、そうだね。もう通り過ぎてるから。そうだね。そういう理解をしてくださいって言ったの。はい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 。あの、一回言ったら絶対わかりますっつって、説明したらね。うん、あ、なるほどなって、うん。ここに戻そうとしたら、うん、ここで戻そうとしてたら戻らないっていう、うん、ことを、理解できれば、うん、じゃあどん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 前倒しにしてこの辺から戻さないとここに戻ってこないっていうことになってくるから、スイング自体が変わってくるわけよね。貯、うん、めなくなるだろうし、うん、徐々にリリース貯めながら徐々にリリース、うん、するスイングになるだろうし、うん、そういうスイングの理解もすごく必要。そうだよね、間に合わないんだよね。間に合わない、絶対間に合わないから間に合わないよね、うん。だからもう、ここら辺で打つ感じでちょうどいいもんね。ちょうどいい。ちょうどいい。ここで止めるわけじゃないからね。そうそうそう。ね、振り、打ち抜かなきゃいけないから、戻らないよね。だからここら辺からこうやってる感じで、そう。打つ方が、戻る感じはするよね。そう。そうすると左くんだよね、たまに。これ早すぎんだ。早すぎ。タイミングが違うんだよね。よくね、うん。
例えばリリースを早くしろとか、うん、俺がこうやって前に倒せとか、うんうん、そのニュアンス的なもの、仕草的なものをやるんだけど、うん、そうするとね、うん、こうやって前から来るっていう人がいる。俺それすごい不思議で、うん、え？ここオンプレーンもう分かってないで、うん、オンプレーンにじゃあクラブと腕をこうやって戻そうとしたことはあるのかどうかなのよ。はいはいはい、だってさ、変な話、うん、まずじゃあ距離関係なくて、うん、こうやってあげて、うん、こうやって戻してくるのがじゃあオンプレーンだとする、うん、って言ったら、そこに戻すことはできるでしょって、うん、ボール打たなかったら、うん、それをやろうとしてないよねって、うんうん、前から来るんだったら前から来させちゃってるでしょって、うん、でもここに入れようとして、うん、こうやって振ったことはないよね一回もって、うん、そうだって外れるんだったら、うん、外さないように動いてみたらいいじゃない、うん、それをやろうとしないから、例えば下から来るでも、うん、前から来るでも、うん、前からくこうやってやったら多分わかるんだよね、カメラ撮らなくてもこんな前から来たら。そうだよね。そう。で、右手を使ったらね、うん、前から来るって、うん、教えられたっていう、うん。体止まって右手使ったら、それは前から来るわね。ああ、そうだ、そうだね。それをさ、回転してちょっとインになって、うん、自分から、ここにアウトにならないようにこうやって通そうとしたら、うん、オンプレイになるんだよね、うん。それをやろうとしないんだよね。はい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 。だから、ほら、前から来たじゃん、みたいな。うん、で何にも意識してなかったら前から来るわ。それ前に倒してんだからね。そう。だから、そういうことじゃなくて、自分からもいじらなきゃいけないし。うん、ああ、まあね。うん。そういう動きを入れていかなきゃいけない。で、それでも、回せば、前には来ないでしょ。来ないの。来ないんだよね。うん、肩が止まるから、前に来ちゃう。前に来ちゃうだけで。回ってたら、そうやってても、まさかり振ってはいないわけでしょ。そう。横から来るから。そうなんだよね。うん。だからそういうことが、スイングってすごいある。よく聞くの。それやったらこうなっちゃいますよねって。ああ。そう、こうなっちゃわないようにしてみたらいいじゃない。それをやりながらもね。そう。意識をしながら、で、一回本当になってみるかやってみるのもいいし、うん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 、うん。で、それで本当になったんだったら、徐々に調整をしていけばいいじゃない。そうだよね。そうだよね。うん。うん、一発で決まると思わないでほしいわけ。うん。時間をかけて、ゆっくりやれば治りますから。そうだね。ああ。だから俺あれだもんね、ヒレ君に言われてこうやってって言うと絶対トゥーマッチになるじゃん。やってないから、うん。うん。言われた通り動こうとするとさ、うん、トゥーマッチになるから、もうちょっと弱めてっつって、ちょうど良くなるから。うん、うん。まあ、言われたらそう動いたらそうなるよね。当たり前に。うん、そう。行って戻った方が楽だからね。ああ、行き過ぎちゃってからね。そう、行き過ぎちゃってちょっとずつ度合いを強めるより。そう。それが一番難しい。寄せていく方が。一回通り過ぎた方がいい。そうなんだ。もっとですっつって。でもちょっとしかなんなくて、もっとですって。なかなかいかないんですよ。いかない。いかない。一回やりすぎた方がいい。そうだよね。あ、脳が弱めることは楽だから。ああ、今のやりすぎだからもうちょっと引っ込めてっていうのがね。そう。そっちの方が、感覚もわかりやすいし。うん、ああ、そうだね。あ、そういうのがね、すごくあって。うん。だから決めつけももちろん良くないし、うん、やりすぎちゃったら嫌だなっていう気持ちもすごいわかるんだけど、うん、直そうとしてる段階なんで、うんうんうん、一回こう、うん、大げさにやることも大事で、うん、それが本当に大げさにやろうとして大げさになったんだったら、うん、感覚が行動に現れてる証拠じゃない。そうだね。そうだからいいのよね。うん、でもその前から来るってさ、うん、来ればいいよね。来ればいい、来ればいい。来ればいいよね。うん。この間、インペリアルの、メンバーさん、うん。来年、再来年、クラちゃん撮ってほしい人がいる。うん。結構、レベルが、高くなってきて、うん。うん。で、その方に、試しにね、打席がここだとする。うん。したら、2、3歩後ろが、うん。に、打つ方向こっちね。うん。で、2、3歩後ろに立って、要は後ろからこうやって見る仕草あるじゃん。うん。あそこに立つところに、こうやって、で、アドレスを取ってくれてた、こうやって。そっから、打席に歩いてくるじゃん。うん、歩いてきて、打席着いたらもうスパンって打ってくださいって言った。あ、じゃあ、考えられないでしょ。うん。スイングとか。うん。で、別にスイング急ぐわけでもないから。うん。したらめっちゃいい球出んのよ。うん。だから、もうニュートラルは出来上がってますよって。だから、それだったら、結局、基本があるから、その方の。
はいはい、はい。そう。だからそれができないんだったら基本はないから。だからきっと基本できてるだろうなと思ってやってもらったら、バッチンバッチンに多分打てるわけよ。なるほどね。何にもしないスイング。要は考えてないスイング。そうだね。いきなり入って打つってことだもんね。そう。感じるままのスイングができる方。ああ。そう。だから、そういうことのチェックっていうのも大事だし、うん、全く違う格好してから、うん、もういきなり握って、ボールの後ろにストンってヘッド置いたらもうスパッて打っちゃう。うん。うん、そういうことを練習でやってみると、うん、自分が普段どれだけ考えてるかっていうのがわかる。ああ、打つときに。打つときに。動かされちゃってる。感じるままのスイングって、めっちゃ痛み出るからね。うん、へぇ全部感じるままだから。はいはいはい、はい。すっごいいい球打ってた。だからそういうチェックの仕方も大事だし、いろいろ、まあ自分のチェックの仕方っていうのを変える人と違うことをやるのは、いいよね。うんうん、自分がどういう癖が出るのかっていうのを知ることももちろん、まあ毎回同じこと言ってるけど大事だし、本当にコース行った時に、この状況ではどういう球が打てればうまくいくんだろうっていうイメージ、イマジネーションを沸かせることも大事だし、そういうのをそのコース行った時に、やっていただければと思いますね。今回はですね、最近レッスンを多くやってるんですけども、お客様の感じ方、が、実際動いてることとちょっと違うので、自分の動きを感じて打つ練習なんかを、まあ、感覚ですよね。それをこう、まあ、ちょっと自分で感じながら打っていただければと思いますので、お試しで練習場でですね、やっていただければと思います。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと、特別なですね、ミーティングですとか、レッスン先行予約、あとオンラインサロンではですね、ちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですね、ちょっと秘密なこととかですね、特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。